赤さやだよ。赤りそだよ。さやりすチャンネルです。そしてジャンボジャンボ浜チョコチャンネルのちーちゃんです。こっちゃんです。まつりちゃんです。今日はコラボです。やったー。ね、みんなパジャマで集合なんですけど、今回はね、浜チコちゃんたちとずっとやってみたかったお泊まり女子会をやっていくんですけど、結構さ、パジャマ集合ってめっちゃなんか変な感じじゃない、うん、変な感じ、なんかね、違和感、斬新、新鮮で、張り切ってね、ちなみに今度も作ってみちゃいました。かわいい、ね、かわいい、めちゃめちゃ器用。こんな感じで、うわ、結構今回ね、ピンク系だよね、部屋が全体的に、うんうん、なんか、うちら女子って感じ、うんで、みんなね、やりたいことを持ってきてくれたと思うんだけど、今から指差しゲームって知ってる？うん、知ってる、知ってる。なんか、丸々なのは、せーの、誰誰みたいな。そう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 。じゃあ、みんなでやります。じゃあ、まず一つ目、はい、はい、でよん、モテそうなのは、モテそうな女子だね。女子ね、うん、じゃあ、せーの、じゃん、自分、自分、まつりちゃん自分、うん、自分そっか。じゃあ、まつりちゃんが2番で一番多いかな。はい、そうだね。じゃん、友達が多そうなのは、おお、じゃあ、せーの、じゃん、ちーちゃん、ちーちゃんだ。めっちゃ多そう、なんか、まあ確かに、まあ結構友達が多い、全員、町全員友達、町全員多分4桁くらいいる、うん、そんなおらんと思うけど。え、友達とかお茶ぶ？それはないかな。外とか？外では結構遊ぶ。公園で遊んでる。友達の家はちーちゃんは行ったことあるけど連れてきたことはないでしょ？はい。あーね。運動神経が良さそうなのは？これはあれ、しまったかも。うん。じゃあ、せーの、じゃん、ちーちゃん。ちーちゃん？うん。絶対あれだもん。絶対特に体柔らかい、ダンスもしてるし、うん、柔らかいよ。でもなんか、うん、鉄棒とか、ね、鉄棒とか、うん、あと登り棒とかそういうのは得意やけど、うん、跳び箱とかはそんなに得意じゃないから。でも私跳び箱好きやね。あ、そうなんだ。うん、私跳び箱何度でも跳べないの。めっちゃわかる。だよね、跳べへん。なんか飛ぶっていう動作ができなくて、うんうん、でも私体育で、私は体育で5段飛んだ。すごい、すごい。あの、横のやつ。横で。あれ、さっきどこに置いたらいいかわかんないよね。で、次にやりたいことは、リサのやりたいことなんですけど、アニメをみんなで一緒に見たいと思います。おー、いいやん。昔ね、見てたレゴフレンズが最近ね、新しくなったんですよ。アニメなんですけど、それをね、一緒に見たいと思います。はい。レゴフレンズ知ってる？知ってる。ちっちゃい時から、うん、めっちゃ見てた。はい、じゃあスタート。問題発生。あれ、この着ぐるみ、うわぁ、大問題でしょ。入学してまだたったの3日なのに、私の人生どうなっちゃうの。いや、もう天井まで、うわ、いなかったことにしよう。見なかったことにしよう。校長、ご覧の通り、全て順調です。さすがに、直せ主婦、直せ。滑ってばっかりやん。よいしょ。確かにな。あ、すごい汚い。あ、バナナの皮。もう、またか。喜びた。めっちゃ喜んでる。あれ、コブタを見なかった？一週間本当によく頑張ったわ、アリア。昨日よりも一歩進むために失敗をチャンスにしてね。みんながそれぞれ主役として輝くには生徒代表としてアリアが必要よ。あー、嬉しい、本当にありがとう。選んでいただいたこと後悔させません。よろしく生徒代表。さあ、始まり。めっちゃ面白かったね。え、めちゃめちゃ面白かった。え、もう一回見る？もう一回見れる。ねえ、ちょっと時間がさすがにやりたいこといっぱいあるから。そうだね。今さ、アリアが通ってたさ、学校あるじゃん、うん、それのレゴフレンズがあるらしいから遊ぶ？遊ぼう。遊びたいよね。遊ぼう。やったー。やったー。ありがとう。すごい。これ
これさ、こんな感じでさ、袋ごとにさ、分かれてるじゃん、うん、だから番号も書いてあってさ、めっちゃ分かりやすくない？ねえ、めちゃめちゃ分かりやすい。マジだして。校長先生、校長先生できました。本当だ。あ、完成。足逆や。簡単だね。見て、これで、次のページ、そう、絵だけで描いてるからめちゃめちゃ分かりやすい。確かに、分かりやすい。確かに、ね、で、フォーク、めっちゃリアル。めっちゃ可愛い。すごい。これできる。すごい。すごくない？おー、持ってる。可愛い。おー、開くねんじゃん。あ、じゃあ、アリア通るかな。あ、通りました。じゃあ、うち今からいろいろキャラクター作って並べちゃおうかな。あ、オッケー、いいよ。オリーとオータムできました。で、ハチとね、テントウムシを乗ってます。かわいい。かわいい。かわいい名前ありますか。箸見つけた。箸よ。めっちゃリアル。すごくない？すげえ。やばい、めっちゃ簡単に組み立てられる。ね、ね、ね、組み立てれるよね。これだけ。オッケー。皆さん見ててくださいね。そしたら、これだけ。おお。一や。めっちゃ簡単。三。おお、すごい。いいじゃない？こうだ。おお。すごい、できたー。他にもさ、レゴフレンズあるからさ、一緒にさ、持ってきて遊ばない？あ、うん。そばじゃあ、今持ってくる。はい。はい、持ってきました。めっちゃかわいいやん。めっちゃかわいい。で、私はね、これね、ペイズリーの家なんですけど、シャワーとかも全部ついてるんですよ。で、なんといってもね、ペイズリーの妹がね、かわいいです。かわいい、かわいい。で、これはね、レストランなんですけど、中はこんな感じです。で、これはね、青髪の少年です。働いてんのかな。あ、確かに。バイトしてんのかな。私は学校です。で、私はここで絵を描くところが好きで、それめっちゃリアルで可愛いね。可愛い、うん、ね。小羽根とちーちゃんのこちらのオータムのお家です。はい、で、オータムの家には馬と犬がいました。これ2階さ、これにしようかな。え、もう最高やん。最高やん。おお。学校を4階にした。めっちゃいいやん。もうこれでね、お腹空いたらすぐに帰って食べられる。確かに、めっちゃいいやん。え、こんな家、ね、住みたいよね、これ。いいね。めっちゃ住みたいんだけど。うえー、タピオカスタンド、あっちに煮込んだんだ。そう、待って、これめちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。こういう時さ、うん、これ空気やん。ねえねえ、自分とさ、性格似てるって思ったの誰とかある？ね、ちーちゃんは、うん、オータムかな。なんでかというと、うん、まあ、動物がめちゃめちゃ好きっていうのがあるから、オータムに一番似てるなって思いました。リアン、絵も好きやし、リアンも絵も好きやから。あ、確かに、ね、すごい、うん、絵好きやもんな。え、こっちゃんさ、一番仲良くしたいと思ったの誰？そうやな、こっちゃんは、うん、アリアかな。頭いいし、あと生徒代表にも選ばれてるし、ちょっと友達になりたいなって。なってみたい、ちーちゃんも。うん、私もなってみたい。アリアに勉強教えてもらいたい。あ、わかる、わかる。みんなのレア友はどんな子が多い？誰だろうな。でも、絵上手な子がいる。確かに。あ、確かにね。いる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 。だから、リアンとかいるかも。あー、ね。多い、多い、確かに。私も同じクラスで、めっちゃ絵上手いの。4人ぐらいは。そんなの？私よりめっちゃ上手い。うちはどっちかって言うとアリアの立場だから、なんか何でもできるかなって。あれあれ。あ、なるほど。友達もアリアが多いかも。うん、ちょっとそれは違うかな。はい、じゃあ次はおやつを食べたいと思います。コッパーね、自分たちでシール貼ってる。そうそうそう、はい、イニシャルとかも実は書いたんですよ。そうそう、これ S とかね。リサです。めちゃくちゃかわいい。かわいい。いただきます。いただきます。私は好きな人はクラスの中にいる。いるな。どんな人？でも結構面白い。面白い人。サッカーも上手いし、ドッジボールもいつも勝ってる。へー、何でもできるんだ。じゃあお腹いっぱいになったから何かする？うん、しようしようしよう。しよう。ちょっと見せてもらってもいい？ピラピチェ。あ、あれ？これはね、実は心理テストなんだけど、うん、一緒にやってみる。
やろう、やりたい、やってみる。白いバラと赤いバラを使って相手に花束を作ってください、本数は合計20本にします。なるほど、ポイントは20本にしないといけないですね。なるほど、足し算ね、頑張ろう。じゃあせので出そう、はい、せーの、じゃん。何がわかるかというと、白いバラが多ければ多いほどつくし度が高い、反対に赤いバラは尽くされたい願望の度合い。あー、そういうことか。え、これめっちゃ当たってるかも。もうこれは尽くしすぎて逆に離れられちゃうかも。じゃあもう一回やってみる。やりたい。あなたは草原で四つ葉のクローバーを探しています。何個見つかることができましたか。いくらでもいいんだ。せーの、じゃん。じゃあででん、答えは四つ葉のクローバーの数はあなたを好きな人の数です。ってことは3。モテキ来てるんじゃない。やったー。ねえ、もっと12って書けばよかった。12って書けばよかった。やばい、0、2個足さないと。ジャンボ持てるわ。おっとおっと、なに、うち、おー、すごいすごい。おっとおっと、持てるわ、持てるわ。まあちょっと、はい、じゃあ今回ね、本当のね、お泊りはできなかったんですけど、まあなんかお泊り女子会としてね、まあいろいろできて、めっちゃ楽しかったね。めっちゃ楽しかった、今度逆でさ、外とかでめっちゃ走りたい。あー、やりたい。お泊りなんだよね。あー、確かに。はい、じゃあね、今日ね、私たちが遊んだ新しいレゴフレンズの詳細はこの動画の概要欄にあるので、気になった方はぜひチェックしてみてくださーい。でねー、これね、ポチッと押してみましょう。はい、お願いします。はい、わかりました。ポチでね、ハマチコチャンネルさんの方でもね、コラボ動画が上がってるので、ぜひ見てください。お願いしまーす。ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくねー。バイバーイ。バイバーイ。せーの、ダダン。